二次の仕上げ方か、二次試験ね、あるもんね、ここから、国公立とかの人は2月25、6とかだったよね、うん、だからあと2週間ちょいか。まあその仕上げ方については本当に、もう過去問を何周するっていうのはあんまり賢くなくて、受験っていう観点で言うと医師国家試験は割と大事っちゃ大事なんですけど、大学受験で過去問を何周するっていうのはそんなに大事じゃなくて、むしろその過去問をパッと見て目さっと目通した上で、じゃあその過去問で求められている能力が何かなっていうところをまず見ると、うん、僕が本当に医師国家試験の場合はそれでもう、あ、これぐらいの内容の深さで聞かれるんだなとか、でこれぐらい取れればいいのかっていうのをバーッと見て、あと過去問も割とまんま出たりもするから、その過去問の部分はちゃんとやったりはしてたけど、っていうような使い方をする。過去問を見てどういうふうに勉強すればいいんだろうっていうところをまずは抑えるっていうのはすごく大事だなっていう感じですよね。でその上で二次試験で言うと、詰め方で言うと、もう本当に幅が広すぎてな、数学のとかだったら、しかも数学のって言っても学校にもよるよな。そう、もうとにかくね、自分が足りてない能力っていうものをちゃんと見極め続ける、分析しなきゃいけないなっていう感じですよね。うん。あとね、受かればいいから、あのね、満点を取っちゃダメ。満点を取りに行こうとすると絶対満点取れるわけないから、あのそれはねしない方がいい。で、まあ、大事なのはその浅く、まあ、これぐらいだったら合格できるだろうっていうラインで全てを終わらせるっていうことだね。終わらせるっていうのは大事。完璧に一つ一つ仕上げてって5割しか終わらせられないのよりは、もう これぐらいの能力求められてるなっていうので一通り全部さらっていくっていうのが一番大事で、その上でその能力よりちょっと深いのがたまに聞かれたとしても、あ、まあそこはもう初めから捨てたしいいやっていう感じで思い切ってちゃんと捨てるというのが大事かなと思いますね。